してます。でバレエの1番ポジション、ここまでね全然いかなくてもいいです。いける範囲で足開いていって、でその時に多分膝がねここが隙間空くと思うんですけども、あのいける範囲で開いてみてください。でその状態で下から内側ねぐーっとチャック締めるイメージでぐーっと引き上げていって、背骨立てていって、お尻の下太ももの内側を締めて背骨立たせてぐーっと上に引き上げていく感じで、でその感覚の状態キープでつま先を前に持ってきます。でつま先前にしてもお尻、ここのねお尻の下と太ももの内側の締めてる感じはと背骨がしっかり立っているのはキープの状態でいきましょう。でその状態でいつも通り膝を少しちょっと緩めていきます。足閉じた状態で膝緩めますね。で骨盤の高さ一緒なんですけども、その締めながら片方ずつお尻締めながら内側締めながらこう骨盤を上下運動させていくと、上半身があのこうグッと引き上げている状態なんで上半身がぶれずに下半身だけがこういう風に揺らせるようになるので、これをねちょっとやってみましょう。で内側をね締めて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 、タッ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 タって感じですね。でこれ早くするとシミですね。でピッ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 ってやると下に落としてるドロップになります。シミタッ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 。でさっきのねこっちでグーッと締めた時ほどはつま先が前だからそんななんないんですけども、ここからかかとをね上げていきます。かかとを上げていく、かかとですね、かかとで、でかかとを上げた時膝が緩んでる状態からかかとを上げていきます。こういう状態ですね。膝が緩んでる状態キープでかかとを上げていく、ここからかかとを上げていく。でその時でこのかかとがついてる状態で膝を緩めて上下運動するシミリーで、かかとを上げながら足踏みしていくシミ、これランニングシミって言います。走ってるように見えるところからなのかしらね、言葉通り私は受け止めてます、特に調べてないですけど。でこれが骨盤のこの動きは変わらずで、足がかかとが浮いた状態で片足にしっかりこうペタ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 乗ってる状態で骨盤の揺れが変わらない状態、これがランニングシミって言いますね。でランニングシミの特徴は歩いてるんでどこにでも行ける言葉おかしいですね、まあ、このまま横にも移動できるし回転もできるしっていうのがランニングシミの特徴ですね。で骨盤から進んでいって上半身が後からついていくような動きが結構、お尻からっていうか骨盤から進んでいって上半身が後からついていくような動きが結構ランニングシミの特徴になります。シミはね本当にかかとついてその場でシミするんで特にそんな上半身がついていくみたいな動きはないんですけども、これがシミでかかと上げた状態がランニングシミ、バレエの一番ポジションからグッと引き上げた状態でかかとつけて膝緩めて、でその場でシミでかかとを上げてランニングシミ、でっちりだけはならないように締めた状態でこうここからこう流れていくイメージで締めていくといいですね。なんかこういう感じです。でここからこっちでこっちにこう来る感じです。なんか説明難しいんですけど、でかかとを上げた時にこう膝まで伸びないように気をつけてください。膝は緩んでる状態でかかとだけ上げていきます。で腰変わらずですね、かかとだけ。ランニングシミの時に膝が外に出ないようにしっかり内に締めていくことぐらいですかね、注意点で。できるだけ足音立てないように引き上げた状態で上に上に伸びた状態で踊れるととてもいい感じです。なのでね、さっきの1番のポジションからぐるっと引き上げる、この感覚の状態で回れるととても理想ですね。お疲れ様です。チャンネル登録して何度も練習してみてね。ぜひ質問、やってほしいことなどコメントか DM まで待ってます。チャオー。